どうもです。つくもやよ。10月6日、今日の六曜は、うつめつ。新しく始めるわ今日。結局なしの法事なんかは吉とも言われてる。時間は日の絵。太陽を示す夜の日。幼い苗が成長を始めた状態を示しとる。十二支はね、ネズミやね、夜のミス。万物が地下で滋養を蓄えとる。ま、栄養を蓄えとるいうことやね。そういう状態を示しとるよ。ほんで、この十巻と十二支から音読五行を読むと、水国化。水は火を消し止めるいうことで、動国。物事が順調にいかへんいうけんや。仏滅で総国って縁起悪そうな感じするけど、ま、一旦物を終わらせるいう意味が仏滅にはあるさかいにな。まあまあ、いい感じにな、着地できたらええね。ま、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。